一番は食の好みじゃないですか。それでかいですよね。だってお肉もなんか魚とかも全然好きは嫌いとかなくても好みのものが全然違って、自分が食べたいのに向こうが食べれなかったらやっぱ残念ですよね。例えばお寿司が好きだったとして生のお魚がちょっと苦手ですなんて人だと。ってなるじゃないですか。ね、スーッとする。最後のね、宇野森さんみたいにしれっとやってましたね。さっきやってました。もうセリフないな。